ご視聴ありがとうございます。バオシンです。旅行映像シリーズ四国縦断編、高知への旅後編は、思いがけない形で立ち寄った香川県観音寺市の観音寺駅から各駅停車の旅を再開します。予算線から土産線へと乗り継ぎ、平野部から険しい山々、さらには渓流に沿った峡谷と、目まぐるしく景色が移り変わる四国随一の山岳路線で、何度も訪れる停車時間がもたらすたくさんの一期一会を、最終目的地である高知市にたどり着くまで、ゆったりのんびりお付き合いください。やはり体力の回復は必須だと思って買ってきたものが、まず紅茶。それから、おにぎり。こちら、見ています。観音寺駅の改札外のお土産屋さん、本当親切ですね。このようなおしぼりも一緒に渡してくださいました。座るところがなくなる立食形式になるんですけども、お腹に入れておこうと思います。ローカル線よく利用される方はご存知と思うんですけど、ゴミ箱がついてます。なので他の方のご迷惑になるようなことはないですね。エビ天むす、まもなく出発だそうです。観音寺駅出発しました。ではおいお茶。乾いた喉が潤いました。海岸寺という駅に着きました。この次が多度津駅です。そろそろ降りる準備をしたいと思います。まもなく多度津駅に停車します。次の電車に乗って多度津駅に着きました。本日もご利用ありがとうございました。次の土産線の列車探さなくてはいけません。多度津駅での乗り換え時間はわずかしかありません。次の土産線の阿波池田駅に乗りたいと思います。松山、琴平、高知方面は3、4番線です。時刻表にある通り13時58分に阿波池田に向かいます。おそらく車両はこちらで間違いありません。早速土産線のワンマンカー乗り込みます。鉄道ファンの方にはお叱りを受けそうですけど、この多度津駅が土産線と予算線の分岐駅と最近知りました。向かいの1番線にアンパンマン列車止まったみたいです。行き先はわからないですけど、簡単ではありますが、多度津駅のホームは大まかにこのような雰囲気になってます。2番線からアンパンマン列車出発したようです。まもなく多度津駅出発です。阿波池田駅には3時ごろ到着の予定です。ただいま出発いたしました。本当間に合ってよかった。改めて土産線の車両のシート見ていきたいんですけど、こんな感じになっております。予算線の車両のシートの色が紫だったのに対して、こちらは緑を使っているので気持ちが安らぐような印象を受けます。本蔵寺駅を出発しました。阿波池田までの停車駅確認してみたいと思うんですけれども、現在の停車駅黒川駅から南へ下って言いますと、ここが阿波池田駅です。この辺りになってくると県境を越えてますから、徳島県内には入っています。おそらく手前の坪尻駅で香川県から徳島県に入ると思われます。
たぬき海田駅出発しました。徳島県に近づいて車内このように静かです。阿波駅田駅多分30分後に到着できる見込みです。予算線の途中途中で曇り空が見えていたんですが、また晴れ間が見えてきました。阿波駅田駅に入った時にどのぐらいの暑さになっているのか予想がつかないです。見えなくなってしまったんですけれど、坪尻駅着いた途端に川が見えて、もしやこれは四国三郎の名で有名な吉野川なんでしょうか。どうやら県境を越えて徳島県に入ったようです。何か様子がおかしいです。さっきまで進んでいたのに戻り始めてます。なんでかスイッチバックで進んでる。そうですね、スイッチバックですね。ここでスイッチバックして方向転換したみたいです。すごいですね。同様のスイッチバック方式を取る長野県の駅を思い出しました。ほんの数分で坪尻駅出発です。坪尻駅の駅舎、勝手な言い方をすると乗客がいないこの状況は僕にとっては幸運だなと思います。のんびりゆったり鉄道の旅を楽しめるので。次の停車駅が阿波池田駅の手前の福田駅です。福田駅で徳島県の県庁所在地徳島駅に向かう徳島線と接続します。あ、これが吉野川でしょうか。福田駅着いたようです。出発と前後してそろそろ下車する準備をしたいと思います。福田駅を出ました。向こう側に吉野川が見えます。家電量販店も見えたり、山あいの中にあっても栄えている、どこか懐かしくふるさとを思い起こさせます。阿波駅田駅着きました。繰り返しになりますが、帝国通り阿波駅田駅到着しました。現在僕がいるのは4番5番線ホーム、ご覧のようになっております。多度津駅では乗り換えが本当にタイトであったんですけど、逆にこの阿波池田駅、ご覧の通り5時台狭山田駅、7時、11時、13時、16時、17時、19時のたった7本しかワンマンカーが走っておりません。あとの列車は全て特急列車で構成されてます。逆に徳島駅の方は本数が充実しているようで、つまり多度津から乗車した列車と同じ4番線から16時45分に出発する高知市行きの列車に乗るまでに1時間以上の待機時間があるということで、せっかくですし阿波池田の駅周辺を歩いてみようと思います。18切符確認していただいたので外へ出ます。これが阿波池田駅の駅舎です。生まれ育った町の駅舎のかつての姿を思い起こさせます。そして駅の向かい側にはこのようなアーケードがあります。隣にはイレブンというホテルもあります。目の前に三好市の観光案内所があります。参考までに他の配信者の作品を見て阿波池田駅について勉強させていただいたんですけれども、阿波池田駅位置的には四国の真ん中よりちょっと東側にあって、簡単に言うと四国のへそのような場所ですね。それから観光案内所の隣へそっこ公園入ってみると、
こんな立派なステージがあるんです。何一つ変わってないです。見た作品が配信された当時のまま残ってます。三好市の方々には大変申し訳ないんですけど、めぼしいものがないという印象があるんですが、駅の構内にはセブンイレブンもありますし、時間の関係上ご紹介は難しいんですけれども、向こう側にダムがあって吉野川が流れてます。そして何よりもこの阿波池田駅が大ボケ小ボケ橋にアクセスがしやすいという側面も持っています。それからまた時刻表の話になってしまうんですが、駅前周辺を簡単に紹介させていただいたんですけれども、それでもまだ1時間以上時間があります。移動している間に探してみたところ、まだ営業してそうな食堂があったので、交渉をしてできるようであれば昼食取りに行こうと思います。エソサロン、ランチが11時から18時、ディナーが18時から22時、料理のアラカルトこんな感じです。コーヒーは300円、割とリーズナブルです。入れるのかな。ダメ元で入ってみます。どうにか撮影の許可いただくことができました。ちなみに店内はポップでカジュアルな印象がありますね。今回注文したのがジビエを使ったガパオライスセットです。ガパオライス、本当はお行儀良くないんです。こんな感じで半熟卵がトロトロで美味しそう。これをこうよく分かってないので、馬王神流でやらせていただきます。卵をたっぷりのせて、半熟卵がとろっとろ、ジビエの独特な風味、最高に美味しい。ガパオライスのサラダ食べてみます。確かにシャキシャキしてめちゃめちゃ美味しい。続いてこちらのお吸い物、海藻が柔らかくて美味しい。シミは嫌の番茶。エソサロンさんでジビエを使ったガパオライスいただいてきました。本当美味しかったです。そしてオーナーさんが大ボケ橋に関する貴重な情報を提供してくださいました。高知市内での旅が終わりまして、次大ボケ橋を向かうんですけれど、それを大ボケ橋での一人旅に役立てたいと思います。それでは阿波池田駅のホームで高知行きのワンマンカー待ちたいと思います。阿波池田駅戻ってきました。再び18切符を提示して改札を抜け、4番線ホームで待ちたいと思います。もうすでに高知行きのワンマンカー待機してますね。乗車できるようであれば乗ってしまおうと思います。現在の時刻が午後4時41分です。残り4分で出発します。後続の列車との接続の関係もあって、午後4時47分阿波池田駅出発しました。進行方向右側、
あれが真ん中さんです。簡単に説明すると、主に観光遊覧船やホテル、レストランが利用できる施設です。わずかな時間でしたけど、大法華経、そして吉野川、見ることができました。現在地は、高知県南国市にある五面駅、黒潮鉄道の起点駅です。3番ホームに停車していた土佐山田行きの列車が走り去って、反対ホームに特急南風が走り去っていったんですけれども、それでも今度は岡山行きの特急南風が遅れてるみたいで、あ、ようやく発車みたいです。ついに高知駅着きました。バスと鉄道を乗り継いだ9時間の旅が終わろうとしています。万感の思い、ここに極まれりといったところですが、高知駅内では三脚一脚の使用が禁止されているらしいので出てきました。で、ここに土佐勤王と三獅子の像ということで、左から武智半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎の3人が銅像として立っています。今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の旅行映像シリーズ四国縦断編は、高知市内での一人旅前編を配信します。後ろに見えます坂本龍馬もそうですし、もう一人忘れてはいけない高知県を代表する英雄がいます。目的地を高知市の南の長浜、桂浜に定め、バスで旅をしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。